マロニエ号マロニエ号このカラーリング以外の場合もある。マロニエ号マロニエ号マロニエ号は関東自動車が運行する宇都宮発着の中高高速バスの愛称。2001年から2006年までは都市間高速バスのマロニエ、新宿号も存在した。なお本校でもマロニエ、新宿号の内容を一部記載するが、便宜上マロニエ、新宿号を新宿線とする。 愛称の由来は、栃木県の県木である土地の木の一種、西洋土地の木から、事前調査をした上での免許申請認可、開業は無論だが、宇都宮という北関東一の大都市からとはいえ、成田空港への空港リムジンバス運行に全く、不安がなかったわけではなかったとされる。しかし、以下の理由により、運行開始に踏み切っている。大宮駅成田空港間を結ぶ、 ON ライナー号の運行が順調であったこと。当時は東北新幹線が上野期終点であったこと。当時はまだ JR 東日本の成田エクスプレス号が運行されていなかったこと。蒸気自由から乗車率は当初から良好である。その他、成田空港への見送りで迎え、航空科学博物館の見学、成田山新勝寺へのお参りにといった、 利用促進パンフレットの効果も成績アップに貢献しているようである。数度のダイヤ改正、運行回数増加を経て、現在に至る、大宮地区の ON ライナー号と並び、大成功した路線であると言える。また、従来の新宿、銀座、日比谷、赤坂、池袋界隈、横浜などのターミナル駅もしくは、ターミナル地点からの空港連絡バスの常識を覆し、 成田まで高速道路で百キロメートル以上の距離がある、各都市からでも十分運行意義がある路線であると、立証し、斬新、革命路線、新たな発想による、乗客への利便性を提供した先駆者的存在で、あるとも言える。カヌマインター入り口 BS のある、カヌマ市役所機体向井コミュニティセンター、日光駅に乗り入れたマロニエ号成田線ふとじは、停留所、一部の県道、 市町村道は省略。名古屋、福岡など3路線も、交通新聞、P1、高速バス、宇都宮、成田空港線運行ルートの変更に伴う、ダイヤ改正について、関東自動車、 http://www.kantobus.co.jp:/topics:/topics.php id="702015 年8月9日、閲覧。マロニエ号、日光延伸4月22日から、関東自動車。下付新聞。 http://www.shi-motsuke.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ t-o-c-h-i-g-i スラッシュエコノミックススラッシュニューススラッシュ20160317スラッシュ22678012016年5月25日閲覧 ?11 月1日ダイヤ改正について東京空港交通 http://www.limousinebus.co.jp:/news:/161101.html2016 年11月2日閲覧マロニエ号、成田日光を通年運行4月から、関東自動車。下付新聞。 http://www.shimotsuke.co.jp スラッシュニューススラッシュ t o c h i g i スラッシュエコ c ミ n クススラッシュニューススラッシュ20170301スラッシュ26158272017年3月19日閲覧平成29年11月1日茨城県境町に空港バス 成田空港線乗り入れを開始いたします。関東自動車、h t t p w w w k a n t o b u s c o j p t o p i c s ピッ p i p h p id="260 トピカパス2017年10月17日、閲覧。宇都宮、佐野エリア羽田空港線、運賃改定について、東京空港交通、 2018年8月18日閲覧。10月1日、東野交通本社営業所停留所名変更について、東京空港交通。2018年9月25日閲覧。6月21日、東野平室営業所停留所廃止について、東京空港交通。2019年6月21日閲覧。高速バス運賃表改定。 関東自動車、2019年6月21日閲覧。最新の安全性能を備えた新車導入と車体デザインの一新について、2019年10月13日閲覧。ありがとうございます。